bus. プールにでも行こうか。プール一緒に行こう。早くよこごのレインボーキャンディ、赤いキャンディ飛び込んで泳いでる。水が赤く染まったよ。僕の赤い服どこ行ったの。泳ぐよ3個のレインボーキャンディ、青いキャンディ飛び込んで泳いでる。水が青く染まったよ。僕の青い服どこ行ったの。あ、なんてこった。僕がキャンディーパティシエにどういうことか聞いてみるよ。泳ぐよ白くなったの。ペロペロキャンディーだ。とっても美味しそう。キャンディー買うお金が足りないな。そうだ。買おうとしたんだけど売り切れだったんだ。あれ、はあ、僕今さっきペロペロキャンディー買ったよ。最後の一個はキキが買ったんだね。僕たちみんな友達なんだから一個ずつ食べよう。6本のペロペロキャンディ黄色白桃色カラフル虹色ペロペロキャンディ、一緒にみんなで数えよう。1、2、3、4、5、6、みんな大好きペロペロキャンディ。6番のペロペロキャンディ丸四角三角ハート型のペロペロキャンディ、味のペロペロキャンディ、一緒にみんなで数えよう。1、2、3、4、5、6、みんな大好きペロペロキャンディ。ペロペロキャンディとっても美味しい。キキありがとう。いいよ、みんなで一緒に食べたらもっと美味しく感じる。僕たちみんな友達さ。
ミュウミュウ、手に持っているのは何？キキ、これは私が作ったペロペロキャンディーよ。うわぁ、とっても可愛いペロペロキャンディーだね。6本のペロペロキャンディー、黄色、白、桃色、カラフル、虹色、ペロペロキャンディー、一緒にみんなで数えよう。寝る時間よ。歯磨きして早く寝なさい。はい、ママ。うわあ、ペロペロキャンディー。とっても美味しそう。それじゃあ一つずつ食べよう。やったー。ピピ、眠いな。歯磨きしなきゃ。うん、わかった。ひひひひ。ピッピが歯磨きしないぞ。やった。本当ですね。ピッピのおかげで美味しい食べ物にありつけそうですよ。眠ったぞ。俺たちの出番だ。
怠け者め、早く起きろ。はい、わかりました。よく寝た。歯磨きしよう。ピピ、おはよう。うん、おはよう。うわ、お口の匂い。歯磨きしなかったの？お口の健康はとっても大切なのに。それに、あれ、朝ごはん食べてからにするよ。歯が痛い。あら、それじゃあ温かいお湯でも飲む？うわまだ痛い。何食べても痛いんだね。ピピ、虫歯ができたみたいだな。虫歯？それってとても痛いんでしょ？トトに助けてもらわなきゃ。ベイビーバス、ズズズ、アブラカダブラ、いやいや、ピピ、どうしたんだい？歯がとっても痛いんだ。大丈夫さ、僕が見てあげるよ。虫歯菌が歯を攻撃してる。食べ物を食べたら必ず歯を磨かなきゃいけないよ。じゃあどうすればいいの？トト、助けて。それじゃあみんなで虫歯菌を。私は歯ブラシ、歯磨き大好き。虫歯ができないようにするには、ご飯を食べた後にうがいをする習慣をつけることだね。みんな、毎日歯磨きすること忘れないでね。僕、どうして中に入らないの？パパに叱られてばっかりで、うちに帰りたくないんだ。服はいい子なのにどうしてかな。大丈夫、僕が手伝ってあげる。どうやって？まず中に入ろう。問題が起こったら僕が解決してあげる。またチンゲン菜に人参か。いつも同じ。僕野菜大嫌い。大丈夫、チンゲン菜と人参は僕に任せて。お皿。キキ、遠慮しないでたくさん食べなさい。服、野菜から食べなさい。変色しちゃダメだ。おじさん、僕人参が大好物なんです。人参をください。おう。おお、
あ、キキは本当に偉いな。好き嫌いしないで。苦売りの和え物だ。たくさんお食べ。ん？それも僕の大好物です。全部食べたよ。キキと遊ぶね。一緒に遊ぼう。待ちなさい。福、ご飯を食べ終わったら何をするんだっけ？お皿洗い。パパは僕のことが嫌いなんだ。いい方法がある。スポンジ。パパ。本当に綺麗だ。お皿洗いも全部やったから、キキと遊んでもいいでしょ？ダメだ。三字経を読んでから。人間の心は善。かわいそうな服、遊ぶ時間がない。似ているが習慣によって差が出る。えい、お話マシーン。学ばなければ道から外れるかもしれない。ダダダダダ、ダイヤモンドゲームしよう。まだ読み終わってないけど。お話マシーンが読んでくれるから聞きながらゲームしよう。え、わあ、やったー。先生は似ているが習慣によって差が出る。おいえ、僕の勝ちだ。とっておきの手を見せてやる。はいはい、やあ、朝は福の大好物のオムレツを作ってあげよう。おやつはパンと牛乳。福が喜ぶだろうな。福にメモを書かなきゃ。キキ何してるの？パパを見てごらん。かわいい福、パパは3日間出張に行ってくるよ。冷蔵庫の中に3日分の朝ごはんを準備しておいた。1日目はオムレツ、2日目はツナ野菜サラダ、3日目は服。いい習慣を身につけて立派な大人になってほしい。最近服にちょっと厳しすぎたかな。服がパパのことを恨んでるんじゃないかな。服、パパに本当に愛されてるんだね。パパ、パパ大丈夫？大丈夫、パパは大丈夫だよ。
パパの言うことよく聞いて、いい子になるよ。うん、よしよし。キキ、どうして家に帰ってこないの？宿題はしたの？キキ。